商品の精度と確かな信頼性が求められるチェーンブロック、ウィンチ、ホイストなどの揚重機は定格荷重での負荷をかけ、能力、ブレーキが正常に機能しているかを検査しています。試験能力は 500kg から最大50トンまでの負荷試験が可能で、試験結果を成績図として出力することもできます。すべての揚重機械試験装置は全国のシステムとオンラインでつながっており、全国どこの営業所でも検査状態が確認できる体制を整えています。また IC タグ管理とも連動しており、検査期限が切れた商品は出庫規制がかかり、検査に合格した商品のみを提供していますので、安心して安全にご使用いただけます。ご要望があれば、お客様の揚重機の負荷試験も実施いたします。定格荷重が9トン以下のレバーブロック、手動チェーンブロックも返却時には毎回定格荷重による負荷テストを実施しています。当試験装置の特徴としては、巻き上げ巻き下げ動作にて荷重試験が可能で、実際にウェイトで検査をしている状況を再現できることにあります。特に巻き下げ時に不具合が発生する可能性が多いので、定格荷重をかけながら巻き下げできることが最大の特徴です。50トン揚重機試験装置同様、検査に合格した商品のみを提供しています。正確性が要求されるトルクレンチは、専用の検査機器にて返却時に毎回規定の能力で締め付けられているかを確認しています。電動式エアー式のインパクトレンチが規定トルクで締め付けられているかを計測します。定格荷重50トン以下の油圧式ジャッキ、機械式ジャッキを整備時に毎回定格荷重をかけて正常に機能するか試験します。定格荷重をかけながらジャッキのストロークを伸ばすことが可能となりますので、実際の使用状況を再現できることがこの試験装置の特徴です。定格荷重300トン以下の油圧式ジャッキは、整備時に毎回定格荷重をかけ正常に機能するか試験をします。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくね。